して全部触ったよ、触れ合ったよという方はもう一回行ってみるのもありかもしれませんね。アシカ、アザラシ、ペンギン、どうぞお好きな動物のエリアで出会いをお楽しみください。今日はね、お写真もゆっくりお撮りできると思います。ぜひね、動物の出会いを楽しんでいただきながら名前も覚えていただけると嬉しいですね。アシカ、アザラシにもちゃんと名前があります。ペンギンたちにもしっかり名前があります。さっきから取り合って喧嘩してました。気になるかな。おーちゃんは食べねえよ。アザラシ食べないんだ。ナル、バロー、ラナ、あとはここにいるさんじゃん。さあ、恋愛バトルスタートしてまもなく10分が担当しております。残念な。最後はですね、ペンギンの恋愛マスターにマイクをバトンタッチして、あとはペンギンの紹介を皆様にお届けしていきます。さあ、それではよろしく。バイバイするの？するの？はい、わかりました。ではここからはペンギンの紹介をしていきたいと思います。本日皆様にお魚をあげていただいている種類のペンギンは、フンボルトペンギンと言います。白と黒の羽模様にくちばし周りのピンク色、三色カラーが特徴です。実はこのくちばし周りのピンク色の部分はペンギンの地肌の色です。私たち人間の地肌は肌色をしていますが、ペンギンたちはこのようなピンク色をしています。そして先ほど羽が生えているとご紹介しましたが、ペンギンは鳥の仲間です。ですので体にはその特徴がたくさんあります。まず体に生えているものが羽です。スレアイカーニバルに参加をしていますアシカアザラシには毛が生えていますが、ペンギンは鳥の仲間ですので羽が生えています。空を飛ぶ鳥とは違って水の中を泳いでくるように進化をしていきました。そして体の左右には翼がついています。ペンギンたちはこの翼を使って水の中を羽ばたくように泳いでいきます。私たち人間は泳ぐときに手や足を使って前へ前へと進みますが、ペンギンはこの翼の力を使ってスピードを出したり方向転換をしながら泳いでいきます。ペンギンネタアギアでは水の中に泳いでいるペンギンたち見ることができますので、そのペンギンたちの泳ぎ方にも注目をしてみてください。こちらのふれあいカーニバルはお時間14時40分までのイベントとなっております。お時間内であれば何度でも動物と触れ合えるというイベントになっておりますので、皆様一度だけではなく、ぜひ皆さんとと動物たちのもとに遊びに来てください。現在どの動物も列が短いですので、ゆっくり触れ合っていただくことができます。本日は素敵なお写真撮る時間もあるかと思いますので、一度触れ合えたよというお客様は、ぜひ次は素敵なお写真撮ることにも挑戦をしてみてください。残り時間はあと3分ほどとなっております。もう少しペンギンの紹介していきたいと思います。よくお客様から暑い日にペンギンが外にいると、ペンギン外にいて大丈夫と心配の声が聞こえてくることがあります。このフンボルトペンギンは寒い場所ではなく、実は暖かい場所で生活をしているペンギンです。自然界ではチリやペルーといった日本と同じような気候の場所で生活をしています。ですので日本ではこのように外で飼育をすることができるペンギンです。本日はお魚をあげていただいた記念に、ぜひ暖かい場所で生活をしているペンギンもいるんだなということも覚えてみてください。ちなみに寒い場所に住んでいるペンギンは、ペンギンプール表面ペンギンファーと書かれた建物の中で飼育をしています。ぜひ皆様フンボルトペンギンを見た後は、ペンギン館にいる深部ペンギン、全部ペンギンをよく観察をして、その違いも注目をしてみてください。さあ、フリーアイカーニバルの受付時間は残り1分ほどとなっております。現在みんな
ランドでは約80羽のフンボルトペンギンを飼育しています。そしてペンギンたちには一羽一羽きちんと名前がついています。ペンギンプール正面にはペンギンの名前、そして生年月日、バンドの色が載っている看板もご用意しておりますので、皆様ぜひお気に入りの一羽も見つけてみてください。では、もう間もなく試合カーニバルの受付は終了となります。皆様も3種類の動物